こんにちは。聞くを楽に変える傾聴心理師の岩松正文です。今回のテーマは長話を早く終わらせる方法ということで、まず最初にお知らせです。私岩松正文が開催している傾聴サポーター養成講座の体験ができる Zoom での体験会を毎月開催しています。概要欄にリンクがありますので、聞き上手になりたい方はぜひチェックをしてみてください。では今回のテーマ、長話を早く終わらせる方法ということで、これは結構興味のある方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、まあ世の中見てましても話長い人って結構いますよね。もう一言で終わりにすればいいのに、なんでそんなにつら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 ずっと話すのかなと、まあ、私もよく小学生の頃全校集会で校長先生が話すのを聞きながらですね、話しづらいなと本当にね、何を言いたいのかもよくわからないしね、まあ、結論もないし、でとにかく長いし、終わるかなと思ったらまだ続くしね、まあ、こういう方いて困ってる方いるんじゃないでしょうか。で、まあ、これら全てに効く万能薬とは言えないかもしれませんが、でもですね、ちゃんとその人の心の動きの理屈というものを知っていくと、もしかしたら今日お話しするような方法で関わると少し話が長話が短くなるかもしれない、早く終わってくれるかもしれない、そんな方法について今日お話をしていきたいというふうに思いますね。まあ、今日は傾聴的な視点でお話をしようと思うんですけれども、じゃあ傾聴の基本原則は何かというふうに言いますと、しっかり傾聴してもらうと人は話したくなると、そういうふうに思いませんか。ちゃんと話を聞いてくれたら、だからお話ししやすくなってですね、信頼されることもあると思いますけども、もう話をどんどんしたくなると。まあ、傾聴する一つの目的はね、でその人にいろいろお話をしていただきたいなと思うときに傾聴することもあると思うので、そうすると傾聴するとたくさん話してもらえれば当然話が長くなるというね、こういうことですね。ということはですよ、ということは今からご紹介する方法がいいか悪いかというのはちょっと別にしまして、その傾聴の原則を使えばですね、使えば逆のこともできるんじゃないかなと、でこんな風に思っております。そして私も時々ですね、時々、頻繁には使いませんけども、この方法で実際に話を短く終わらせることもできているという、そういう方法を今日ちょっとお話をしていきます。では、基本原則は、しっかり傾聴してもらうと話したくなるということですから、それは、裏を返せば、傾聴してもらえないと話したくなくなると。こういう経験されている方も結構いるんじゃないですか。この人話しても無駄だなと、全然話噛み合わないとか、そんな風に感じると話す気って失せてきますよね。ですからちゃんと傾聴するの逆ね、傾聴しなければ話す意欲は下がってくるだろうなと、つまり会話が深まらないわけですね。浅いレベルで止まるから続きにくくなるということが言えますと。そして、これは何をやってるかというと、つまり気持ちを聞かずに事柄を聞くと。傾聴するというのは気持ちを聞いていくことですから、で人は気持ちが分かってもらえるとどん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 ね、自分のことをお話ししたくなったりするんですけども、もう逆にですね、事柄、状況説明とか、そういうものばっかり、 5W1H、 いつどこで誰が何をいくらでどうしたみたいなね、そういわゆる事柄ばっかりに関わってると深まらないので、まあそこのね、話っていうのは深まらない分、だんだんこうつまらなくなってくるんじゃないかなと、こんな風に思いますね。はい、なので気持ちを聞かずに事柄を聞くと話が早く終わる可能性があるということですね。まあもちろん今ここまで自分で話してても思いますけれども、全ての方にこれが通じるとは分かんないですよね。もうそもそももう誰とも話す機会がないような人がですよ、例え事柄であっても話させてくれる人に出会ったら、とにかくうわーっとね、もうあんなことあった、そんなことあった、こんなことあったって出来事、いわゆる事柄ばっかり感情的にバーッと吐き出すような方も中にはいらっしゃいます。まあその方はね、心のバケツの水がこうすごく溜まってる状態ですから、まあ、ここ事柄であろうが気持ちであろうが、とにかく何でも吐き出せればいいというね、こういう状態になってる方も当然いらっしゃると思いますけれども、まあそういう、そうじゃない方も当然いらっしゃいますのでね。であればね、この傾聴の原則が適用できるんじゃないかなというふうに思います。ですので、気持ちを聞かずに事柄に応答していくと。こういうことをしていくと何が起こるかっていうのをぜひね、皆さんにも試してみていただきたいなと思います。で、ちょっと例文を出してみました。
この例文、私の一冊目の本、聞く力の教科書の中によく使って、まあ、私もよく講座で使う簡単な例なんですけども、例えば、やっとディズニーランドに行ったんだけど、っていうふうにどなたかが言った場合に、この会話というのはね、必ず気持ちと事柄の集まりで、会話というのは成り立っておりますので、今の言った文章、やっとディズニーランドに行ったんだけど、ってね、これそのものが気持ちと事柄の集合体になっているわけです。でそれを分けてみますと、気持ちの部分と事柄の部分に分けてみますと、気持ちに該当する部分はやっとという表現、そして、まあ、だけどという表現、ここは気持ちを表す、意味や価値を表す気持ちのワードというふうに言いますけども、まあ、詳しくは聞く力の教科書の方を見ていただければ書いてありますが、まあ、意味や価値を表す気持ちのワードというのがありまして、まあ、そこに該当すると。では事柄、事実関係とか状況に該当する部分はどこかというと、ディズニーランドに行った、ね、ディズニーランドに行った、ここが、まあ、いわゆる事柄に、該当する部分だというふうに捉えることができますね。でこういうふうにですね、表現単位でちゃんと事柄と気持ちの聞き分けをまずできるようにならないと、今私が言ってるこの、まあ、テクニックといいますか対処法というのはできないわけですね。なんとなくの雰囲気ではなくて、感情的かどうかじゃなくて、気持ちを表現してるかどうかっていうね、この感情的と気持ちの違いみたいなところをまず理解されていきますと、ここのね、私が今説明しているところがより分かりやすくなるんじゃないかというふうに思いますね。じゃあ、こういうふうにやっとディズニーランド行ったんだけどと言った方がいた場合に、気持ちに関わっていくとどういうふうになるかというと、まあ、例えば繰り返しと、やっと行ったんだけどなんですねとかね、やっとだけどとかね、こういう繰り返しをすると気持ちに関わっているような、いわゆる繰り返しになりますね、はい。まあ、これは傾聴のトレーニングとして、ね、まあ、慣れてない方がいらっしゃいますので、傾聴をしたい方はね、こういう気持ちを繰り返すという、日常的な繰り返しとは全然違う、かかり方と全然違う繰り返しのスキルというのがありますので、その辺を練習してみてください。で、まあ、繰り返すと、やっと言ったんだけどとか、やっとだけどなんですねみたいなね、こういう繰り返しなんですけども、まあ、さらに、気持ちに関わるのであれば、質問することもあるかもしれません。そうすると、やっと言ったんだけど、なんですね、どうされましたか、とこういうふうにね、やっととだけどの内訳、気持ちの内訳を尋ねていけば、より深まっていくような会話になっていくでしょう。そうするとね、ああ、やっとね、本当に行きたくて行ったんだけど、行ったらさ、恋人と喧嘩して別れちゃったんだよ。ああ、そうなんだって。やっと行ったのに、別れてしまった。そうだったんだ。ってなるとね、その人の気持ちにより寄り添った形の会話が進むかもしれません。しかしながら、今回はそういうことではなくて、深めないにはどうするかということですから、このやっとディズニーランドに行ったんだけど、というね、何かこと、気持ちが含まれた言葉を使っているその人に対してですね、気持ちには関わらずに事柄だけに関わると。例えばこんな例ですと。ディズニーランド行ったんですね。とか、ディズニーランド何食べたんですか。ディズニーランド何買ったんですか。というふうに、気持ちの表現であるやっととかだけどということを完全に無視しまして、いわゆる事実関係、ベースで関わっていくと、全く気持ちが深まっていかないので、会話としては非常に浅いレベルで、会話が進んでいくんじゃないかなというふうに思います。ね、話し始めた人は自分でもまだ意識ができてない気持ちの中に、やっととね、もう願いがやっと叶ってですよ、願い続けてて叶ったのにこんなことが起きてしまったっていう気持ちを含めながら、だけどと言ってるんですけれどもね、本人も意識はしてないと思いますが、この段階だと、ね、そういうふうに、やっとディズニーランド行ったんだけどさーっていうふうに表現しているものに対して、ディズニーランド何食べたんですか、ディズニーランド何に乗ったんですかってね、言われたら、もうこれはですね、完全に気持ちの無視になってるわけですね。気持ちをスルーするということです。それを推奨しているわけではなくて、今回は短くなるとかね、聞くのが辛くなくなるのはどうしたらいいかとなると、やっとディズニーランド行ったんだけどさって言ってる人にね、ディズニーランドで何乗ったんですかって言ったら、なんか、あのね、新
新しいスペースマウンテンのところにできたやつ乗ったんだけど、みたいなね、いう会話になると、やっととだけどの気持ちは置き去りになってですね、まあそんな話してもしょうがないかなって言って深まらなくなってきますね。はい。まあ質問をしてしまうと事柄でも、事柄というふうにね、続いていってしまう必要がありますので、あってしまう可能性がありますので、ディズニーランド行ったんですねってこういうふうにね、こうそこで止めておく、繰り返しぐらいで止めると会話がさらに展開することがなくなりますね。まあ、質問をするとどうしても展開していきますから、質問をしないで事柄だけ繰り返してみるって方がより深まらないという意味では良いのかもしれませんね。どうなるでしょうね、一体。やっとディズニーランド行ったんだけどさ、あ、ディズニーランド行ったんだ、そうなんだよ、だけどさ、いやせっかく行ったのにさ、ちょっと大変なことになっちゃってさ、ディズニーランド行ったんだよね、どうだった、混んでたとか言いながら、全然気持ちにかからなかったら、なんかもうこんなこと話しても無駄かなみたいに思って、あまり、こう深まらずにね、終わるんじゃないですかね。あるいは事柄をそのまま繰り返しして、こちらの方から切ってしまうっていう、こういうこともできなくはないですね。何度も言いますけども、私はそういうふうに傾聴を悪用することをお勧めしているのではないんですけれども、でもね、傾聴ができれば傾聴しないという道も選べるという、まあこれは一つのね、まあお遊びとして今日はちょっとお伝えをしている感じなんですね。例えば、やっとディズニーランド行ったんだけどさって言ったのに対して、あ、ディズニーランド行ったんですね、よかったですね、楽しかったでしょうとか言ってね、いや僕もディズニーランド好きですよとか言ってね、自分の話始めちゃったりして、傾聴と真逆のことをすると会話は深まらなくなりますね。だからまあ、聞くだけの姿勢で言いますと、どうしても話は続いていってしまうことがありますので、今私が言ったみたいに自分の話を始めてしまうと、まあ、こんな風にすると会話は深まりにくくなりますね。だから聞きながら早く終わらせようとするとね、まあこっちが黙って聞いてると、お地蔵さんみたいに聞いてると、まあ、感情を爆発させて、事柄ね、状況ばかりベラ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 ーと長く話す、こうロングスピーカーと言いますかね、そういう方はいつまででも話せてしまう人もいますけれども、こちらが逆に話し始めると相手の人は話せなくなってくるので、そこで早く終わるという、こんな面もありますね。だからまあどうせ長話を聞きたくないのであれば、黙って聞きながら相手が収まるのを待つっていうのはね、あまりこう自分がストレスを感じないという意味でも、感じないためという意味でもね、あまりいい方法ではないので、本当に自分が早く話を切り上げたいのであれば、何かしらの聞かないという、こういう行動を取ることによって話が早く収束する可能性が出てきますね。ですから、その聞かない方法の一つはね、傾聴の逆をするという、あるいは、聞くのではなくてこちらが話すということ。で、こういうことをやればですね、話がだんだん短くなったことはあり得るかなというふうに思います。なので、まあ、何が言いたいかと言いますと、聞かないために傾聴を悪用しましょうということではなくてですね、自分はこの人とどう関わりたいのかと。ただ黙って聞きながら相手が早く話が終わることを期待してても、それは起こらないんですよね。自分の関わり方によって変わると。つまり自分がどう関わりたいかが分かってないと、うまく相手とは関われないんじゃないでしょうか。ですから私なんかもいつも四六時中傾聴してるわけでもなくて、家にいる時なんていうのはもう傾聴スイッチはもうほとんどオフですから、ね、子供に怒ることもあればね、お父さんもお父さんはってて自分の話を子供にする時もありますね。だけども聞こうと思えば聞ける自分がいることも知ってるわけです。ですので関わり方は選べることが一番僕はストレスがかからないことなんじゃないかなと思いますので、聞くだけではなくてね、傾聴するだけではなくて傾聴しないという選択肢も自由に使える、自分が話すという選択肢も自由に使える、それを自分の今のこの感覚で選べるようにしていくということが大事なんじゃないかなと思います。ですので今回はね、お遊びとして傾聴をちょっとこう逆に使ってみるっていうお話をしましたけれども、傾聴力が高まればこういうスイッチがね、切り替えやすくなりますので、どちらの道も選びやすくなりますのでね、ぜひ自由に傾聴できるようになってみることをお勧めしたいというふうに思っております。今回のお話は参考になったでしょうか。参考になりましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお耳にかかりましょう。日本傾聴能力開発協会では、傾聴の初心者だけでなく、傾聴を学んだけれどもまだよくわからないとか、
練習すればするほど混乱してきたという人の疑問を解決するための傾聴の講座をやっています。まずは体験会に来てみてください。